7月9日土曜日、泉町集会所でふれあいサロン泉の今月の活動が行われました。ふれあいサロン泉は泉町集会所で毎月第2土曜日に活動しています。およそ5年前から始まったサロンに現在では60人が登録をしています。サロンでは毎回初めに血圧測定とハッピー体操を行います。そして今月は演奏会が行われました。初めに登場したのは小川ハーモニカクラブです。このクラブは5年前に公民館で行われた初心者教室をきっかけに結成されました。内田博さんの指導のもと、10人の生徒が毎月2回練習を行っています。楽しくやろうをモットーに、皆音を楽しんでハーモニカを吹いているということです。クラブでは地域から依頼を受け、老人会などで演奏をしています。この日は瀬戸の花嫁や星影のワルツなど、皆が歌えるような曲を演奏しました。歌詞カードも配られ、皆大きな声で歌いました。クラブでは今月、小川町にある吉田家住宅でも演奏会を行うということです。続いてニコユニット陽明による中国の民族楽器ニコの演奏が行われました。はじめに千島代表によるニコの紹介が行われました。ニコという楽器は錦蛇の皮で覆われた金筒に2本の弦が張られています。弦の間に挟まれている弓は竹と馬の尻尾の毛でできていて、200から250本束ねています。ニコユニット陽明は平成14年、その音色に惹かれた人たちが集まって結成されました。陽明は日本語の優美を中国語で読んだ言い方です。ニコの音色が美しいことからこの名前を付けたということです。また活動の拠点となっている比企地域の恵まれた自然も表現されています。陽明は平成16年から地域イベントの参加や演奏会を行ってきて、今年で通算50回を超えました。今回のチャリティーコンサートでは中国の音楽や日本の歌謡曲などを中心に行われました。最後に千島代表の津軽三味線に合わせ、民生委員であり毎月のサロンの企画を考えている森田さん、そして陽明の梶さんによる民謡が披露されました。東日本大震災の一日も早い復興を願い、東北地方の民謡を歌いました。ハーモニカ、ニコ、そして民謡、たくさんの演奏を聞くことができ、集まった皆さんもとても楽しそうでしたね。ふれあいサロン泉では12月にサロンの有志で琴の演奏をするということで、今から練習に励んでいるということです。次の話題です。